なるほど。つまりアクタンは私たち目線の今勝ちをやりたいんだ。それって誰かの入れ知恵？自分で考えたの？今のこの状況って広告代理店風に言うと能動視聴者数が多く、失礼します、吉川千夏です。その私入部希望です。偶然聞いたの。チョコ菓子は平気だけどチョコ単体だと少し苦手って。ささみとチョコでも合わないわよ。俺の知ってる信長？じゃあ何？あんたその信長と会って話したの？マブダチなの？家族ぐるみのお付き合いなの？ふっふっふ、ついに制服ゆいちゃんとご対面だぜ。ゆいちゃん来たらどんな反応してやろうかな。まず大爆笑して。構いません、先生だからお願いしたんです。書くことに楽しみを見出した人に読んでもらいたい。よろしくお願いします。藤宮さんって大人っぽいし、一人で何でもできてしっかりしてるでしょ。私も藤宮さんみたいになりたいなって思うし。私、美桜様と幼馴染ですの。美桜様が見込まれた園川さんにはちょっと興味がありますわ。そう、これから死者が二人やってくる。二人には命をかけてゲームをしてもらうの。あ、いきなり言われてもって感じよね。今回はアストロボ、シャルルマーニュ十二勇士の一人、クラスはライダー、よろしくね。君は？やばい、めっちゃモフモフしてる。タスクやっぱゲーム上手い。だってタスクがわざわざ取ってくれたんだよ。アグリの一生の宝物にする。クリオよ、エバーラスティン家の二番目の娘、よろしく。私お客様って大好きなの。だって外の風を運んできてくれるんだもの。皆さん疑問に思ってらっしゃるようなので、まず答えますね。私、人の心が読めます。でもちょっと空気は読めません。よろしくお願いします。たまーにいるんですよね、自分はオリビアの後継者だって人が。ですので真偽を確かめましょう。同じ目的を持つ同士であれば理由は聞かずとも分かりそうなものだが、この町にいるのは分かっている。あろうことか、お前たち悪魔払いに保護されていることも。君と夏の終わり、将来